お疲れ様、ありがとう。トコトコ太郎さん、本当ありがとう。ついに半分以上ね、やりきりましたけど。はい、ありがとう。面接先で美味しいもの食べよう。食べれるけど、今回はライブ数が多すぎてゆっくりできないから。食べてない。でもたこ焼きは食べた。たこ焼き食べました。串カツ食べたかったです。すごく名古屋では手羽先を食べれたらいいなと思います。レモンさん、会ありがとう。ちょっと食べちゃった。心しさん、お疲れ、ありがとう。頑張ってたらいいことあるかな。あるよね、きっと。きっとあるよね。きっとあるよね。楽しかった、よかった。地方定期楽しかったです。大阪いや、私はなんかめっちゃ地方のファンがいるわけではないので、これから少しずつ増えていけばいいなと思います。明日楽しみ。来てくれんの？さん付け。アイリーちゃんって呼んで、アイリーちゃんって、アイリーとか。緑多くなかった？大阪いっぱいね、いてくれたら嬉しいけど、名古屋はね、ちょっと自信ない。前回の名古屋もだいぶやばかったんで。大阪みんな来てくれた。ありがとう。嬉しかったよ、愛ちゃん。すごく。とってありがとう。先生さん、本当ありがとう。特典会の列めっちゃ長かったよ。ありがとう。ね、今日とかすごいいっぱいいろんな人来てくれてめっちゃ嬉しかったよ。コタコ太郎さん、かわいい、ありがとう。なさすぎ。カタカナのノブさん、緑のサビもありがとう。ノブさん、かわいい、ありがとう。好きになりました。サヤフさん、ありがとう。好きになって、もっと。ヨッパさん、スイカありがとう。ヤピさん、スイカありがとう。好きになってね。これありがとう。こんばんは。なんかいい。明日も野外で天気がね、あんま良くないみたいよね。明日雨っぽいんだよね、確か。いつもより声高め。あ、そう？明日よろしくです。おお、よろしく。
ね。サイファーハットさん、ハイファーハンちゃん、サイファーさんハットありがとう。大阪持ってるね。こんばんは。押したね。また雨、またっていうか普通に雨っぽいよね。今日とかね、一回アイドル、ん？名古屋アイドルフェスティバル一回中止になったんだって、雨すごすぎて。ね、1時間半ぐらい後、ね。明日も雨予報らしいよ。ね、土砂降りだったらしいね。どっちさん、はたりなぁと。今日のリリーブすごい楽しかったよ。ちびっこちゃん、かわいこちゃんたちがたくさんいて。今日初めて生で見れて感激。ありがとう。ありゃ、ファイナリュー。ファイナリュー、短冊10個ありがとう。さあ、ファットさん、東京にも会いに来てください。レッドジェム。山中湖で初めましてする。山中湖で初めまして。楽しみなんですね。ファミリーたくさんつってた。そうなの。手振ってくれて可愛かった。何月の山中湖ピムスの時だけは見えた。晴れ女多いのかな。私どっちなんだろう。私自称晴れ女な気がするんだよね。おつぶちゃん、ハートありがとう。クイパンさん、短冊ありがとう。おつぶちゃん、ハートありがとう。そう。私ね、自分が晴れ女か雨女かよく分かってないんだよね。なんか曇り女な気がしてる、私は。曇り。なんか晴れもしないし雨も降らないみたいなイメージ、自分は。曇り女なイメージです。なかなかいい。なんかピムスって晴れ女多そうじゃない？雨女感ある人あんまいないな。自称する必要ある？わかんない。こんばんは。なんかピムスでも一回めっちゃ雨のステージなかった？私なんかで見た気がするんだよね。わかる。まゆちゃん晴れ女そうだよね。反省反応。はじめまして、できました、ありがとう。来てくれてありがとう。ゆりちゃんはどんな女？わかんない。情緒不安定、やばやば女。もう今ね、普通に座ってることもできないのよ。なんか机に倒れ込むことしかできない。そう、私の二の腕マジ細くない？やばくない？このさ、関節より二の腕が細いのえぐくない？見て、やばくない？やばくない？これちょっと。関節よりさ、二の腕が細いのよ。怖くない？もうなんかむしろ怖って思ってきて最近。やばくない？もう関節よりさ、うわ、ちょっとやばくない？これは。これやばいよね、なんか。一緒の人いる？この二の腕がこの関節より細い人いる？ここが。私顔が太るよ。私一番最初に顔が太る。レプさんとってありがとう。絶対私筋肉つかない。スーさん、ハートありがとう。二の腕は細くていいんですよ。
いや私も菓子パン食べまくればないけるかもしんないけどさ、あの動いてるじゃん今めっちゃ、だからダメなんよ。めっちゃ食べてんのにあのこんなに動いてると自動的に痩せる。いくら食べても多分無理だと思う。もうねこんなに動いて踊って歌ってたらね、移動してたりそう消費しちゃうの私多分かなり。でもさ普通には食べてんのよね。そう消費かかっちゃうんだよね。お腹意外とぽよぽよしそう言わないで。じゃあ ご飯食べた後イカ水だから出ちゃうだけだよ。ご飯食べてない時はくびれあるもん。私イカ水だからさ食べたらふとあのお腹出ちゃうだけだもん。イカ水なだけだよ。タコさん、かわいい、ありがとう。お腹出ちゃう。大丈夫大丈夫、イカ水なだけだから。うん、今日ね大阪のね大阪の台盤の方めっちゃ特典会の場所狭かったの。なんかファイナルとか入れなかったよ絶対。しかもねあのついたてがさラップだったの。サランラップだったの。ダメちだった、ありがとう。もつむちゃん短冊ありがとう。そうサランラップだったのよ。そうラップだったの、サランラップだったの。なんかのめり込んでたよ多分。そうサランラップだったよね。ゆーくれラップくれくるくるラップくる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 ラップジュンチ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 ュン。疲れたからこれ買ってきた。超キレホンタイマスク、あと足のシート。6時間も続いてくれるんだ。買ったこれ。
ヘルポンさん、力ありがとう。ライレスさん、力ありがとう。ヨコさん、力ありがとう。ゆっくり休むよ。うん。キノジンさん、短冊10個ありがとう。ありがとう。ダラダラッダラーン、蒸気でホットアイマスク。よいしょ。って聞いてた。よく会うし、今日の放課後ちょっと会うよ。ずっと待ってた、待ってたのに、可愛いあの子に言い寄られては。あ、陰律ね、なんか1日1回しかカウントされるらしいよ。ヘイボーイさんちゃんね、私を見抜いて優秀でした。今こっち見て、後悔してね、見上げてした。一日一回みんな隠密してくれたら嬉しい。サイファーさん、ハットありがとう。ひとときの夢じゃ。あ、みんな日付変わったから、よかったら隠密して。終わらないから。ヘイボーイも、君は私の夢じゃないの。ママ、隅っこで自分を隠したりしないよ。我慢できないの。そう、日付変わると陰律がね、カウントされるらしい。1位の人がね。あ、ライリー星さん、短尺のなんかキラキラしたやつありがとう。1位の人ね、すごいよね、マジで。かなわねえ。だからさ、なんか5万リツイート言ったら坊主にするとか言って、めっちゃみんなで話してた今日。もうさ、なんかそういうのでさ、変にバズったりするじゃん。例えばさ、なんかさ、リツイートするたびにポテト買いますみたいなさ、ツイートとかさ、みんながさ、なんかすごい悪ふざけでさ、めっちゃ言ったりするじゃん、ツイッターって。え、そういうのあるじゃん、なんかツイッターって。かそういうので、なんか100万リツイート言ったら坊主にしますみたいな。笑って話してた今日。うん、抽選でアマゾンギフト、確かに確かに。そういうのどうなんだろうね。腹筋、腹筋系も伸びるっけ。I am エクセントリック、変わり者でいい、理解されない方がいい。腹筋、腹筋ありだね。もし決勝行けたらってことにすればいいじゃない。
ジで行きたいよ。悔しいよね、マジで。パリピ孔明連れてこなきゃ、軍師連れてこなきゃ。え、なぎさそれ言ってたよ今日。何にツイート言ったら水着配信しますとかどうっつって。じゃあ1万リツイートでなぎさの水着配信ね。そう、勝手に言ってる、ごめんなさい。1万リツイートいけば勝てるんじゃない。いや冗談で言ってただけだよ。じゃあ10万リツイートいったら全員水着配信だな。10万リツイートで全員水着とかどう。じゃあ100万リツイートにしとく。いや100万いったらやるよ、私は。私はやる。もうダメ、ぶっといた前髪とかも。じゃあ1万リツイートでファイナルさんが水着配信してくれるらしいです。みんな頑張りましょう。よく考えてみようかな。あら、なべっち、短冊10回ありがとう。私は泳げないあんまり。ツイートで水着を拭く。ありあり。そう、ファン側も水着。
いしょ。めっちゃエロい。目先配信してなかったからみんなとも話したいから、ユニセンさん投資ありがとう、トコさんかわいいありがとう。いいね、ありがとう。確かに久しぶりだね。目綺麗？目綺麗？私。キャンさん、帰りがとう。たかなののぶさん、お疲れ、ありがとう。なんかそう、目キラキラしてるってよ、なんかね、ニート東京とかでもめっちゃコメントされてた気がする。キラキラしてる？ね、茶色いよ。ちょっとお疲れ、ありがとう。食べたこ焼きさん、星さん、ありがとう。水分が多いってことなの？でもファンの人にね、目の周りが青い人がいるの。いつも綺麗な目だねって言ってるんだけどさ、その方に目の周りが青いの、めっちゃ素敵なの。ああいう目になりたかった。でもクラさん、短冊10個ありがとう。もう目の前が青いんだよ、すごくない？塗ってるんじゃない、天然だって。あ、目やにつけてた人だ。私もよく爪やにつけてるから一緒だね。来てくれてありがとう。二重綺麗だよね、確かに。ペンポンさんいいね、ありがとう。でもね、最近カラコンしてるからな。今外してるけど。カラコンじゃない？ルミンセンさん、かわいい、ありがとう。食べたこ焼きさん、本当ありがとう。今日カラコンしてたよ。ナチュラルでしょ。着色直径がちっちゃいやつにしてるから。おめめちっちゃいから、ちっちゃいカラコンしかつけられないの私。こんばんは、熱いね。こんばんは。可愛かった？おかげさん、短冊10個ありがとう。近くで見ても文字が分からんかった。文字？
よかった。チケンさんこんにちは。今日まゆちゃんが、愛理ちゃんは男性が好きそうな顔してるって言ってくれて、なんか嬉しかった。確かにカズさん顔見てくれない。ステージ飛んだのリボン頭の。なんか嬉しかったまゆちゃんの地元の男の子が私のこと可愛いって言ってくれてるんだって嬉しい。受けする側だと思ってる。え、嬉しい。私嬉しいよ、それはシンプルに。ルパンさん、ありがとう。ねえ、キラキラありがとう。ねえ、ちょちょ、飲んで新年楽しみにしてるよ。あざとくない？私あざといからかけ離れてる女じゃ。じゃあ俺受けもいい？短冊10個ありがとう。みつぶちゃんキラキラありがとう。メリちゃんさんかわいいありがとう。食べたこ焼き73個さん買ったありがとう。みこさんかわいいありがとう。鍋ちかわいいありがとう。ありがとう。あざとくなん。ボンタコ太郎さんめっちゃかわいい、ありがとう。いいいいいい。なんで墓入ったの？あざとい嬉しいよ。嬉しいけど、できどういつだろうって、いつやれてんだろうって今考えてた。あざといってみんなが私をあざといって思う時はどんな時なんだろうってここやってた。たこ焼きさんキラキラありがとう。結局なんて言われるのが一番嬉しい。一番可愛いって、スカイで一番可愛いって言ってほしい。スカイで一番タイプって言ってほしい。スカイで一番可愛いし、スカイで一番タイプだよって言われた。
嘘は嫌だ。でも嘘は嫌だ。嘘は嫌だからね。嬉しい。嬉しい。顔ファン嬉しいよ。顔ファンじゃなくても嬉しいし、顔ファンも嬉しい。あ、私もお酒買えばよかったな。ダンデモで結構好きになってくれた人多いよね。めちゃめちゃ食べたくありがとう。パフォーマンスファンも嬉しい。食べたこ焼き73個さん言いづらい。あとありがとう。本当に出しよう。お酒くれー、お酒をくれー。歌声好きも嬉しい。酒も遠い。ファイナルかありがとう。私服ファンも嬉しいな。差し飲み？なんで？酒ちょうだい。ファストダイエシラスバグ。完璧じゃん。試験会かも嬉しい。お酒はね、でもゆず、最近ゆずチューハイが好きです。お店だった。でっかいキラキラ。私人が人柄変わんないんだよね、マジで。ガチでお酒飲んだらちょっと甘えたくなる人に。だからなんか友達とかと飲んでる時はトイレとか一緒に行こうって言っちゃうらしいね。暴露されてた。私ちょっと番組やってたんですけど、一人でこの間まで。それで暴露されました。すごく優しいからついてきてくれてた、いつもって。お酒めっちゃ弱いよ、私。バカ弱い。そう、つかさ。サイハさん、ハートありがとう。ナッピさん、スイカありがとう。手つないですゲーム。なんで無理があるの？
そんなんだったっけ。私は飲酒配信はあんまりしないんですけど、クヨポンさん、かえりがとう。ゆきさん、ありがとう。 3BK はこの後合流するっていう話にはなってるけど、ちょっと 寝たいなとか思ってるちょっと眠いなと思ってるよ、正直。飲酒配信考えとくね。考えとく。2分だけインスタライブしよう。多分寝ちゃう、私はお風呂入ったら。インスタライブって2分ぐらいで終われる配信じゃない？インスタライブって2分でぶち切ってもなんかなんもなくない？真剣さんさん、ありがとう。りくん、ハート、ありがとう。ショールームは2分で切れなくない？ショールームはなんか2分で切れない。ニキビできた気がするけどね。すごく嬉しいです。いつもみんなの応援。明日も名古屋頑張ってきます。ゆっくり休むね。ありがとう。13位もブレスありがとう。12歳ファーアニさんありがとう。チッチ食べたこ焼き73個さんありがとう。10位ひでくんありがとう。9位大粒ちゃんありがとう。8位スピーナさんありがとう。7位おこげさんありがとう。6位ファイナリオありがとう。5位きなじんさんありがとう。4位とこたこ太郎さんありがとう。3位ラベツさんありがとう。2位、クリポンさん、ありがとう。1位、ラリーセンさん、ありがとうございまーす。寝過ごさずにか、よかった。久々に、ね、配信できてよかったです。またするね。みんな気をつけて帰ってね。本当に、ありがとう。お仕事の方もお疲れ様。学校の方もお疲れ様。明日も頑張ろうね、みんなで。おやすみなさーい。バイバイ。100キロ運転はきつい。マジで気をつけてね。事故んないようにね。休みながらね。おやすみなさい。隔離期間の方もお疲れ様。みんな頑張ろう、明日も。バイバーイ。